皆さんこんにちは、錣山部屋の誠吾です。今日12月10日日曜日、高橋商店街のイベントに来ております。いろいろな店があるので見てみましょう。見てください、チョコバナナがありますね。美味しそうです。とてもカラフルですね。ここは今川焼きでございます。いろんな味があります。これは仕切りです。焼き始めてる時だったんだけど、もちろん土鍋いちごミルククリームとオグラーンとカスタードクリームとチーズも書いてあります。とても美味しそうですね。では今川焼きいただきます。めちゃめちゃ、いちごの味の今川焼きなんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。なんか甘酸っぱいですね、本当に美味しいです。では、お口パクパクしてる人がいるんで、そっちに行ってきます。これが一番、今川焼き一番。レゴブロックとかってやるんですよ。あ、そう、ちょっと出てください。それ放題やってます。すごいですね、いろんなレゴブロックが子供には本当に嬉しいものですね。では次行ってみましょう。見てください、花もね、いろんなものが。とても綺麗ですね。バラもあります。とても綺麗ですね。ジャガイモとかも置いてありますね。ボツでお願いします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ちょっと覗いてみましょう。あ、スコーンとパン。え、スコーンとパンですね。はい。行ってみましょう。失礼します。すごいですね、いろんなパンがあります。すごいですね、すごいふっくらしてます。美味しそうです、すごい綺麗です。いろんなパンの種類があるんです。スコーンの数もすごいですね。マシュマロストロベリーケーキもあります。それもなんかおしゃれな感じがします。美味しそうですね。ではまた後で食べに行きたいと思います。何を食べるんですか？これはマシュマロケーキ。マシュマロ、マシュマロケーキです。いただきます。うまそう、てかすごいうまそう。うん、うん、美味しいですか？いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ご覧のお店は13歳、本日はポイントが提供させていただいておりますが、整理券を、すごいしっかりしてる、美味しいです。整理券を持ってお客様、マシュマロと合うな。またチョコと、ね、カレーです。カレーです。楽しみです。自分カレーはすごい好きなんで楽しみです。あ、カレーすごい好きです。温めるところからねえ、このね、ふわーってチョコがたまんねえんですうまそう。いいっすね。よろっといきます。
まそう。すごい唐辛子が。で、豆カレーいただきます。うん、辛めだそうです。自分辛いの好きなんで、とてもめっちゃ美味しいです、これ。うん、なんか、なんすかね、本当に香辛料の味、すごいマッチして。6時からなんか南国感ある。そう、端からあの順番に飲んでっていうこと。これ一番の梅干し。いただきます。ここに来て写真一緒に撮ってもらいます。昼間から。うん、すごい、なんかレモンとワイン合います。合います、合います。すごい、なんか辛い感じがなくて、なんか飲みやすいです。梨飲んでください。これ梨ですか。梨のスパークリング、いただきます。 SNS に載せてる YouTube です。ああ、ほんのり梨の香りがする。すごい美味しいです。で、後から梨って感じ。そうそうそう、すごい飲みやすい。多分これも多分15分ぐらい。あ、そうです。おー、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、いただきました。では、赤いただきます。今、何でも飲むよね。おー、デリシャスデリシャス。じゃあ次はシャブなシャブリ。うまいよこれ。だってこれ4000円するんだぜ。マジっすか。いや、4000円でした。いただきます。おお、だからちゃんことかにも合うんだよ。あ、結構のイメージとしたと全然違う。違うでしょ。飲みやすいです、自分は。だから日本料理と合うんだよ、シャブ。それはもうそのままもう。Quand t'es venu dans la rue。 ではいろんなお店を回って、ちょっとここすごい行列があるんですけど、覗いてみましょう。こちらの方へ何かいます。ちょっと聞いてみましょう。誰ですか。豚肉です。違うだろ。あ、松本です。松本くんです。はい、今日何並んでるんですか。なんかちゃんこが無料で配られるっていうんで、ちょっと並びに来ました。ちゃんこが無料で配られる。どこの部屋ですか。あ、しこらやま部屋です。しこらやま部屋です。しこらやま部屋の今ちゃんこ無料配布をやっております。やってます。はい、でそのこの列でございます。すごいですね。ちゃんこの力はすごいです。一回覗いてみます。あれしこらやま部屋の竜田川親方です。あ、お父さん、あそこにいるのは寺上さんです。頑張ってるよ。聞いた方がいいんじゃない。今あれですか、具材を入れて今炊いてるところですか。そう、今根菜入れて今その後取ってるとこ。はい、ちょっと覗いてみましょう。もう長蛇の列です。お、えのきだけ入りました。何その言い方。えのきだけ、ね、絶対触んなよ。はい、触っちゃダメだよ。これ手で混ぜるなよ。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。Quand t'es venu dans la rue。 リアクション薄っ。思ったよりは厚くなかった。ということでね、
こちらでの大阪で見てください。俊賀くんと伊藤くんが Quand t'es venu dans la rue。 伊藤くんもいらっしゃる。やっちゃんです。カットでしょ。 Quand t'es venu dans la rue。 ちゃんこ配布します。はい、今日のちゃんこは何ですか。塩鍋です。これは豆乳鍋です。 Quand t'es venu dans la rue。 醤油です。カットで。カットで。そっくりそっくり。今日のちゃんこはスープ鍋です。うわ、見てください、叱っておりますね。何それ。何それ。叱っておりますね。ちょっと俺ここ丸食い。ちょっと触ってみましょう。あ、そう、お客さんに提供するの。鍋が熱いよ。熱々の鍋でした。いや、ミンチやってるので自分を手伝っていきたいと思います。まずは何言う。あ、最後これあげる。あ、ミンチってコツとかありますか。こうあるな。親指と人差し指でキュッとやって出す。なるほど。こうやってミンチを作るそうです。やってみましょう。すごい。こんなんで大丈夫ですか。ちゃんと丸くして。はい、もっとちゃんと飲むな。はい、そうですよ。マスクあったらめっちゃ下手くそなんですよ。これいいですか。Quand t'es venu dans la rue。 こうあるやん、はい、こうやって見て。そうそう、これで下手くそ。お前は料理のセンスを磨けよ。センスが全部。はい、そうそう丸くして、角をこうやっていけば丸くなる。お前丸くなってないって。やり直しで、こうやって修正していくとこうやって丸くなる。うん、2点、はい、2点ここにたまらない。多分高得点だと思います。 Quand t'es venu dans la rue。 今回のちゃんこ鍋何点ですか。あれ、非常にね、評価しづらいんですけれども、ね、今回のちゃんこは100点です。 YouTuber として目標を教えてください。 YouTuber としてですか。 YouTuber として。まあ、そうですね、まあ、力士系 YouTuber の私としては、まあ、これを全てお客様に配りきると、それが一番の目標だと思いますね。そうですね、まあ、お相撲さんとしては、まあ、お相撲さんとしても一緒ですね。これを残しちゃいけないと思ってますんで、やっぱそれもまた一緒でお客様に配りきらないとなっていうのはありますね。はい、ありがとうございます。 YouTuber の伊藤さんでした。誰が YouTuber です。3回目のセーフティーを配りたいと思います。やってみましょう。チャンコは2時からの配布となります。チャンコは2時から3時の間に。はい、あれ、あれ、はい、はい、はい、うまい。すいません、で、ちゃんこは1時50分よりちゃんこ配布いたします。ちゃんこは1時50分より配布いたします。お、で、うまい。で、ここを入ればいい。ここをやると、ここに大当たりってあるんで、まだ1000件が残っておりますので、ちょっと当たり入れてみましょう。セブさん、ぜひ。ああ、何してんすか。あ、もう一回できるんすか。こう、こういて、ありがとうね、坊や。まだ若干、選手が残っております。じゃあ、いくよ、はい、ご覧ください。いくよ、はい。懐かしすぎて忘れた。おー、で、戻った、ここに戻りました。で、で、大当たりを入れればいい。いきます。スピード違反にあげた。あ、お、うん、リモートでコンプ。で、こうや、ここ入ればいい。ここ本日人が多く出ておりますので、お手数ですが、ご指定いただきますよう、ご提供ください。では、シコラヤメやちゃんこ、いただきます。うん、箸が止まらないです。あもじょっぱい醤油ベースの、これはもうたまんない。ご飯がいますね。ちょっと団子もいただきたいと思います。うん、
団子も本当手作りの団子なんで本当に美味しいです。ちょっとご飯が欲しくなりましたね。ちょっとご飯も作ってほしいです。本当にしこら山部屋ちゃんこはこれも美味しいです。もしまたイベントがあるので食べれなかった人はぜひしこら山部屋ちゃんこで食べに来てください。ソード君が今からちゃんこを食べます。食レポどうぞ。いきます。団子いきましたね。お味はめっちゃうまいです。これやばいです。サムヒーサムヒーちょうどいいですね。何点ですか？100点満点です。じゃあ来場所の抱負を教えてください。来場所は3度目も乗れるように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は小川市のノラクロードのチャンスのイベントとても楽しかったです。お客さんもいっぱい来てて本当に賑わってました。では自分たちも明日は稽古に備えて頑張ります。3、2、1。 In the Philippines。 ボツで。 Quand t'es venu dans la rue